2024年6月23日日曜日の僕らの時代は俳優の吉田幸太郎さん、女優のめぐみさん、映画監督ドラマプロデューサー、脚本家の山口正俊さんが登場します。美容の本がベストセラーとなっているめぐみさんに、吉田さんと山口監督がバイタリティの源や美容に目覚めたきっかけを聞きました。俳優、プロデューサー、 カフェの経営者と忙しい毎日を送るめぐみさん、やりたいことが多いんですよね、わら、と笑いながらが、そのバイタリティの源や美容に目覚めたきっかけを明かしました。いつか、死んじゃうから、思い立ったらやっておかないと、わら、ダメでもやったことで筋肉はつくから、とりあえずやっておこうみたいな。一日十二タスクぐらいやっています。ネイルサロンに行って、打ち合わせして、あれして、これして、 っってていいいうのがやっているわ、みたなな感じでで好きなんですよね。美容に対する興味みたいなものは表に出る仕事をしていて何か感じるところがあって美容への興味が湧いて突き詰めてみようと思われたんですか?」。グラビアをやっていたので1年の3分の2ぐらいは南国にいたんですけどその時代はギャルが流行っていたので日焼けオイルをいっぱい塗っていた時に過信をしメイクも落とさず寝たりしていまして。 そういうことをしていたら20代後半ぐらいでシワやたるみ、乾板、ほうれい線がバーンと出てしまい、それでテレビに出たらものすごく叩かれたんですよ。そこから私、もうおばあちゃんになっていくのかな、このままこの仕事もできなくなっちゃうのかな、と思ったら家にずっといようと思うようになって、心のマインドまでがネガティブになったんです。 美容はやったことがなかったんですけどメイクさんやいろんな人から美容をやれば変わるよと教えてもらってそこからシートマスクやいろんなものをやってみたら3日であれ何か肌が変わったってなった3日で変わるんだったらこれを1年やったらもっと変わって5年10年やったらもっと変わるのかなと思ったところから私の美容が始まりました なので、美容を始めたのは精神的に落ち込んだところが大きかったですね。他にも、吉田さんの家事が大好きな話、八目組さんの演技の先生についての話、山口監督の大変だけど作品の中に必ず入れる大事なシーンの話など、様々な話題を展開します。